三遊間抜けない、さあ宗です、スリーアウトになりました。この4回ランナー出ましたが得点が序盤の3回を終了しています。サードライナー、ここは宗が反応しました。ツーアウト。いやこれはお互い様ですね、打つ方はうまく打ちましたけどね、宗のナイスプレーです。宗もいい反応でした、はい、三塁線、これはよく取った。一塁はアウト、よく取りましたね、はい、これぞプロというか低いボールうまく打ってますね、はい、はい、ここから立ち直って、あーちょっと悪いですけど一塁のコーチャーが邪魔だったか。さてこの角度だとどうでしょうか。あーアウトです、あーボールの方が早いですかね。簡単に終わったようです。判定通りです、うん、こわつまっている、胸取ってアウト。最後はファインプレーでゲームが終わりました。延長12回の末1対1ゲームは引き分け。マリーンズもバファローズも今シーズン2度目の引き分けというゲームになりました。お互い一歩も譲らなかった。そして最後は守備のいいプレーでゲームが終わりました。素晴らしいプレーでしたよね今のはね、まあ、ね、そしてフォークボール打っていく。サード胸が難しいバウンド取って一塁へ、トップ、まあ、そうです、まあ、怖さはないですよね。打ち上げた打球ファルド、胸が追いかける、胸危ない、おお取った、取りました胸、ファインプレー。いや相当難しいところでしたが、カメラマン席のナイスプレーですよね。あの壁に当たりそうなところです。まあこのやっぱりその壁までの距離っていうところ分かった中でスライディングしていったと思うんですよね。見事初球、おー胸、そしてサイドからのスロー、これはナイスプレーですね。素晴らしいプレーです。強い打球まずグラブにあの体勢入れて、あそこからのサイドスローで追っていきます。打球が速かった分前に飛んで止めさえすれば肩強いですからね、はいはいはい、早くしたかないと思うし、フォーク高めに浮いた、サード胸よく取った、一塁送球、一塁はセーフになりました。マスクにセーフ、友杉の足が勝りました、まあ、飛び込んだとはいえね、はい、あのタイミングにファーストなる、まあ、これここから無駄ないんですよ動きも、うん、スローイングも無駄ないんですけど、よくそのタイミングで来たなというところですけどね。俊足の友杉、判定はセーフになりました。そして中嶋監督からのリクエスト検証、甲子園2回目ということに。引っ張った当たりはサード取った、セカンド、そして一塁アウトになりました。ダブルプレー、これは宗のその反応が、いや早い打球だったんですけどね。いやエスパイではサードゴロ、ダブルプレーになりました。捉えたかというのが良かったんですが、ちょっとボールが引っかかっちゃってますよね。なるほど、はい、その中でカーブを選択して宗、ジャンピングスロー、アウトだ。これが宗の強肩です。千代崎さんも守備が特徴でしたが、今の宗のプレーどのあたりが一番すごかったですか。いやいや、あのもう宗の、ね、守備はね、はい、イメージをはるかにこう超えてるので。あ、そうですね。状態で上がってきています。打ち上げたファールゾーン、宗、サードの宗が取りました。難しいところ宗が取っています。ワンアウト。ちょうどカメラマン席のところです。ツーアウトランナー一塁となって野村も続くか、サードの宗、これは本当にもうビッグプレーですね。スーパープレーが飛び出しました。ジャンプ1番胸の素晴らしいプレーでした。これですね、これ抜けたらっていう思わせるぐらいの打球ですからね、スーパープレーだと思いますよ。そうですね、ジャンプ一番もここしかない。サードよく取った、
一塁はアウトになりました。ファインプレーラムネ。お見事ですね。しましたね。はい。そうですね。フルカウントですからね。栗山初球打ち、宗、義母、頓宮、一塁もアウト。ダブルプレーを取りました、戸谷。ここは宗うまくさばきましたね。いや、あのままね、低い体勢のままいったんで、若月うまくさばきましたが、サード深いところからふわっとした送球。ここはさすがの宗のさばきでした。俊足の荻野がバッターランナーというところだっただけに、このコースどうかなというところだったんですが、三塁線サード抜き取った。いやー、素晴らしい反応でした。抜ければ長打コースでした。はい、いい反応しましたね。島内も完璧な打席だったと思います。当たりはもう非常にヒット、完全にヒット性の当たりですよね。まあね、反応いいですよね、宗はね。リフト初球打って三遊間の中に宗がボールを取る。一塁送球、さあどうだ、一塁は間に合った、アウト。セーフティーバント、宗ジャンピングスロー、ファーストはアウトだ。若きエースを宗がもり立てます。